皆さんこんにちは、食べ歩き研究所のさわちゃむです。今回はですね、冬におすすめの京都ランチを研究します。京都グルメを研究しているチャンネルです。チャンネル登録して研究員の仲間になりましょう。で、本日の研究地は京都の太秦にある銭湯をリノベーションしたはしごカフェです。さあ、今から中に入っていきます。で、店内はですね、広々とした感じです。で、銭湯の面影が残っております。で、こちらテーブルの下が浴槽になっています。で、完全個室の一人席、これは独占したいですね。で、クリスマス前に来ましたのでツリーが飾られていました。めっちゃ大きかったです。で、こたつがある店って素敵ですよね。寒い冬にぴったりです。さて、メニューを研究しましょう。手書きで可愛いですね。この大人様ランチ、お子様ランチみたいで面白いメニュー名ですね。で、ロールキャベツ、油淋鶏、ハンバーグから選べます。で、私はもちろんハンバーグにします。で、ネット情報によるとインドカレーも美味しいんやって。さて、到着しました、大人様ランチです。で、ハンバーグだと1380円でした。で、盛り付けが華やかで綺麗ですね。京都冬グルメで外せない肉汁あふれるハンバーグ研究したいと思います。で、お店の方より真ん中から切ると肉汁があふれ出るよってアドバイスいただきました。今じゅわーっと出てきております。で、鉄板の上で熱々のハンバーグで、こちらはふわふわ系のハンバーグでございまして、で、食べてみると柔らかい食感、もうこれはめっちゃうまい。で、今私はですね、こたつに入ってハンバーグ食べております。くー、めっちゃ温まる。もう冬になるとハンバーグって食べたくなりますよね。超熱々たまランチです。で、副菜はですね、大根のマッシュルームソース。もう大根がめっちゃ柔らかくってホクホクでした。もうソースとの相性バッチリです。で、もう一品はポテトサラダ。もう理想のポテトサラダの味でした。で、サラダも彩り豊かでご飯も進みます。で、大変ボリュームがございました。で、お客さんの層は家族連れや女性が大半でした。で、一人席もございますので男性一人で来られても入れる店だと思います。で、銭湯をリノベーションした雰囲気とこたつで温まることできましたので、もう大変満足です。ぜひ研究員の皆様は京都ランチの研究行ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。京都ランチの参考になりましたら、いいねボタンとチャンネル登録して研究員の仲間になってくださると嬉しいです。では次回の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。